はい、さーい、チャンプルーです。今ねまた今日もクリスと二人でキャンプファイヤーをしながら飯を食おうっていうやつですね。まあこんな感じですかね。映ってるのかな。今のメーカーミュージックで、今日はですねコスコからチキンを買ってきました。丸のチキンですね。これが4ドル95なんで、まあ500円ぐらいのものですね。このレイカチキンで、まあクリスのやつと思います。まあこんな感じでね、今日もキャンプファイヤーをしているって感じですね。ヤシの木があって、お月さんも今日出てますね。こんな感じですかね。まあ日がね。 So it was a risk, right? As a Chris. What's that? This wood. It was a desk. Desk, big one. Big desk. Uh-huh. 4x8. 4x8. Yeah.Hard to tell, but very huge, huh? Yeah. It was. I used my saw and I cut the top 3 times. Oh, my, my. Yeah. Yeah, yeah, yeah. まあ、フリーの板っていうやつですね。まあ、こんな感じだね。時々、いらなくなったやつをフリーとかって書いて、捨ててある場合があるんですね。もらっていいよ、みたいな感じで。まあちょっともったいないところもあったりするんですけど、それを壊して燃やしてるっていうやつですね。周りがですねこんな感じですかね。ちょっとビーチがあって、いい感じですよね。お月さんも出ていて、まあなんか日は落ち着きますね。まあこんな感じでこれから食事をしながらおしゃべりを楽しむというやつですね。安心、また野菜。ピュー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 。